静岡県岩田軍の範囲岩田軍は、静岡県にあった軍。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、岩田市三つ家を中心とする現在の岩田市中心部にあたる。消滅直前には、北部山間部と南部平野部に大きく分かれており、北部山間部は天竜市を含めて北園地区と呼ばれていた。東都海国。岩田軍は、 新緑色、隣接する、豊田郡は黄色、三名軍は紫色で示されている。原図では、東が上になっているが、90度右回転させて、北を上にして表示している1、三つ家町11、中泉村12、梅原村13、天竜村14、長野村15、 袖浦村16、戸塚村17、伊道村18、池田村19、富岡村20、岩田村21、向笠村22、大藤村23、今井村24、三河村25、広瀬村26、敷地村27、矢部村28、二俣村29、光明村30、立川村31、上あたこ村32、下、 また小村33、三、熊村34、四、浦川村村35、佐久間村36、六、山賀村51、一、幸浦村村52、東アサバ村53、豊浜村54、西アサバ村55、上アサ村56、六、笠西村村57、久野村58、八、三名町五十九、59、田原村60、ミクリア村、南ミクリア村61、 福島村62、おほ村63、西海村71、一、けつか村72、城西村73、三作墓町。ありがとうございます。